もちろん妨害行為もありなわけだが、あくまで君たちは共に呪いに立ち向かう仲間だ。交流会は競い合いの中で仲間を知り、己を知るためのもの。相手を殺したり、再起不能の怪我を負わせることのないように。以上、開始時刻の正午まで、開戦！